妻国は三世紀に日本列島に存在したとされる国の一つである。三国市、義諸東遺伝の通称、義師和人伝によれば、妻国は富国から南へ水行20日の位置にあったと記述されている。五万余りとの人家があり、長官はいよいよいよ、いよ、副官は耳鳴りと呼ばれている。否定地は山大国九州説では、日向国妻説。 薩摩国説、五島列島説、等がある。瀬戸内海高校説の場合、名称の類似から、貧乏国の友とする説等があり、日本海高校説では、出雲国や丹後国、田島国等に充てる説がある。大邦軍から、妻国までの皇帝について、義手は神殿や、北手は国殿には、次のように記述されている。神帝義手話神殿、五漢所山和殿、 僧女は国伝、随所は国伝中国製紙日本伝、石原道博編役岩並文コピー39から54、北史は国伝原文。ありがとうございます。